さん、こんばんは。こんばんは。九番でーす。さよでーす。よいしょ。今宵は新居で初焼肉をしております。パチ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 。このようにカエルの音色もすごい聞こえてますかね。聞こえてますね。カエルの音色がまだそんなに凄まじくない状態でございますが、今日撮影日は5月21日。違いますよ。20日です。5月20日。緊急事態宣言下の中、我が家は、こんな感じで、焼肉、そして、先日、オンザテーブルさんで買ったワインを、美味しいですね、これね。ね、美味しい。ちょっとテーブルが感じ。すっごいテーブル感ですね。なんで、美味しく。北海道の楽しみ方をね、これから発信できれば。いいですね。で、うちのお嬢は、宿題をし、お部屋に入り、まったり、吉野さんと夫婦タイムをしておりました。さあ、緊急事態宣言中でございますけれども、吉野コーヒーは、どのような形で変化をさせていきたいと思っておりますか？変わらず。変わらず。変わらずだ。まあ、ただね、あの皆さんやっぱし大変な方ももちろんいるし、日々の生活がね、やっぱし制限されるっていうことがずっと続いてます。はい。まあ、なんとかね、あの早く収束していただけることを、願っておりますが、まあ、私どもなんとかかんとかね、こうやりくりしながら対応してますけども、はい、やっぱり軸はコーヒーの豆売りですのでね、はい、まあ、その中でも一つのね、ホッとする期間だとか、はい、まあ、気合を入れる時とかね、でもあのコーヒーをスイッチ代わりにさせねしていただいて、はい、それに見合う豆を焼いていきたいなというふうには思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ね、本当にこんな中ですけども、こうやってご飯をいただけることもすごくありがたいし、またコーヒーをね、販売し続けることができるっていう、そうやってね、求めていただけるお客さんがいることは本当にありがたいなと思っております。こんな感じで私たちもちょっとたまには登場させていただきながら、こんな感じで大丈夫なのかなと思いながら動画撮ってます。まあ、私たちは元気です。みんなで乗り越えていけるように、美味しい美味しいコーヒーを皆さんにこれからもお届けしていきたいと思います。このカエルの合唱とともにちょっとまとまりのない動画になりましたけども、こんな感じで私たちの現状をちょっと緊急事態宣言中でしたのでお届けしたいなと思いまして、ちょっと急にこんな感じで録画しております。はい、それではまた次回の動画も楽しみにしていてください。それでは、コロナに負けない、また見てね。